はい、次。立地で見えてくるターゲットと好む味です。はい。僕が約20店舗ぐらいプロデュースとかをやらせてもらってます。で、その中で見えてきたターゲットの好む味っていうものをこれから皆さんにお伝えします。で、ビジネス街で言うとターゲットにしないといけないのは20代から30代の男性サラリーマンですね。で、生活道路沿い。 まあ大きい道路沿じゃあファミリーをターゲットにした場合はある程度種類が多くする、まあ、シェアできるっていうところもすごい大事ですなのでうちのお店は麺大盛り無料麺大盛り無料で大盛りにしてシェアする子どもとシェアするでサイドメニューは多めにしています まあ、餃子セット唐揚げセット、えー、いろんなものを置くことによって子どもたちと一緒にシェアできることがすごい重要になります。で大学の近くであればターゲットが学生になってくるのでじゃあ学生が求める味はどんな味かっていうと。 めっっちゃボリュームがあって濃厚だから二郎系が流行ったりしますよね、はい、でここのビジネス街の上に「尖らせる専門店」って書いてるんですけどこれ何かっていうとビジネス街でお店を出されてる方がいれば塩ラーメンがあって醤油ラーメンがあって味噌ラーメンがあっていろんなラーメンが美味しいお店っていうところを目指すよりも大事なのは尖らせることが大事です。 なんで尖らせることが大事かっていうとビジネス街の周りにはライバル店が多いですライバルっていうのはラーメン屋以外もライバル店になりますでその中でやっぱり尖っておけばあなたのお店は選ばれますで尖るって何かっていうと醤油ラーメン専門店塩ラーメン専門店とかまる、えー、専門店っていう風うに専門店化していくっていうことが大事です僕がもしビジネス街で醤油ラーメンの専門店をやるとなったら湯浅醤油を使った醤油ラーメン専門店にします ブランドまで尖らしていく。まあ、そういったことをやっていくことによって自分のお店が尖ることによって目立って繁盛するっていうような仕組みになると僕は思っています。で一番下に書いてある通り市場のターゲットがこのマージュを提供できるかが重要ですよと。